水色だから、でも3人とも今日は3人が珍しくっていうか久しぶりに揃った衣装、色合いもいい感じに、いい感じです。いいよ。なのでこんな感じ。ピキャ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 って感じ。ピキュア人だけ見まして。いいよ。なんちゃぱん、こんにちは、こしみずさん、こんにちは、ひでなくんばんざい、りょうすけさん、おはよう、こんにちは。かわいいじゃん、本当学生だからそうです、仕事、あ、そうなの。そうでした。たじちゃん、かわいい、ありがとう。これ頑張って、ちょっと台持ってきようかしら。じゃあ、ふみちゃん、こんばんは。あゆこの、あゆこ、あゆこです。おはよう、みんな、おはよう。おはよう、トレロ、おはよう。りょうすけさん、こんにちは。ビー玉さん、ハロー。みんな制服です。チェンさん、こんばんめ、こんばんめ。ちょっと持ってもいい？ん？いいよ。ちょっとだけ下げてもいいですか、テーブル。どっちに？あっち？お、あっち？どういうこと？あ、これ、どっち？あっち？え？どっち？一回それ手で持った方がいい？これ。こうでしょ？はい。あ、そういうこと？せやだ。絶対めっちゃ時間ならへん？うん。確かに。無理じゃん。そう、さっき決まったじゃん。そうじゃん、ここに刺すぐらいだ、逆に、うん、でもいいです、これで。よしきさん、こんにちは、ヤッホー。それなら平気じゃない？でも絶対そうな気がする。それはそう。え、なんか多分一回それ持ち上げて、はい、滑り止めがないから落ちちゃうんだ。あ、なるほどね。そうそうそう、絶対ない。ついちゃん痛いけど、ファンの人びっくりしてるから絶対大丈夫ですか？痛いねびっくりしています。ちーちゃんが今ちょっとだけ休憩中。今ちょっとごめんね。ね、朝日のジュリアがちょっと死んでます、今。ちーちゃん、シルバーおはよう。ちょっと今、あざになってさ。ほんと？どうなってたの？暑すぎる。ちっちゃいな、絶対に。私の格好。制服やばくない？高いんですけど。3番目。高いな。ないと思う。セーラーや。そうなの。ベンチないもん。あ、そうなの。ベンチ入ってない。本当。セーラー服と機関銃。昨日のピストル使ったら機関銃だよ。機関銃ってあれ？橋本環奈ちゃんの。セーラー。薬師丸悦子さん。あ、でも橋本環奈か。若いね。橋本環奈が先に出てくるのは。薄いかもしれない。うん、まあいいよいいよ。橋本環奈ちゃんのイメージしかないわ。若い、それは。なので、今から1時間半、お題なく1楽。遠くないよ、これ。キラララ。本物じゃん。え、これ本物なの、全部。え、これ、あの、アットジャムでもらったやつで、うん、2年前の誕生日に。20年。おう、あ、いすぎてた。いすぎてるよ。でも、あの、でも確かに飾りみたいな。マリちゃん。アリちゃん、ヤホユキね、そう、バンザイハウスです。仕事の休憩所の、あ、ありがとう、今日も来てくれて。何なの、じゃあ問題のやつは10分からいきましょう。皆さん質問考えてきましたか？はい、質問コーナー、今日はバンザイハウス質問コーナーをやります。イエイ。テロップってねえよ。答えはこんな感じで、パンパンパパパパンパパンパン。なんかジル、本当はね、ボブにしようと思って、うん、ね、こうやって、あ、そういうこと？うん。でもね、うまくできなくて、さっきやったら、あらららら、難しい、ね、あれ、どうやってやるんだろう。
髪の毛を。試験でお邪魔します。ナオピーピーさん、こんばんは。あ、ありがとう、間違えた。ゲームフォローしてありがとう。今日は3人でカラーセーラー服を着ています。やり方がわからなかった。え、そう、やったので、くるってやったけど、ペペペって血が出てきちゃうの。なんか多分これ長すぎるんだと思って諦めた。ゆみちゃんぐらいの長さだったらいいと思う。あー、ゆみちゃん、ゆみちゃんってよくやってない、言ってるイメージある。ちょっと長すぎたみたい。くまちゃん、夢かわいい系女子いいね。美白で可愛い、でもそう、キャラっぽい。なんだろう、メイさんは何持ってるんだろう。タピオカ、いや、本は絶対違うよ。なんで、なんで、絶対この色だけで決めたでしょ。なんで、学級委員じゃん。全然違うよ、色だけ、これだよ、絶対これ。学級委員だよ、めえ、絶対学級委員違うよ、色だけだって。ああ、色だけだって。いや、だから真面目っぽく見えるように、インナーカラーが見えないようにポニーテールにしたんで。なるほどね。めっちゃバリバリインナーだけど超わかる。あのね、3人とも挑発検査引っかかるやつですよ、これ。そうだよ、チリも引っかかるよ。ピアスしてるし、髪飾りしてるし。これで真面目感出したんだよ、ほら。前髪長いから。プリキュアの水色のほのかちゃんを意識した。びっくりしたね。バブジリアリアリのアリなん。違う、アリアリだからやりたかった。制服が可愛いね。そう、制服今日3人でおそろっちです。はい、ということで、今バンズジャパンオンライン楽市楽座というものをやっておりまして。はい、あの紙どこやったんだ。あ、あるんだ。ですね、現在バンドジャパンっていうアイドルグループで全体でやってるんですけども、皆さんから見て左手側にあるあのバナーですね、コスパニック公式グッズ販売あのサイトがあるんですけども、そちらのバナーを押していただくと、なんと私たちの特典が直接買えちゃうよという、なんと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 という形となっております。特典券1枚で特典メンバーの写メ1枚、特典券2枚で特典メンバーの落書き写メ、または特典メンバーの20秒ボイス、特典券3枚で特典メンバーの20秒動画、またはバンザイハウスの動画化写メ、4枚購入で参加メンバー全員の写メ、5枚購入で各メンバー使い道はお任せという、まあ何が届くかわからないよっていうお楽しみボックスみたいな感じですね。お楽しみ特典が1つで、6枚購入で参加メンバー全員のチェキが届くよという形となっております。お得。結構このオンライン楽市楽座で人気なのは特典券2枚の落書き写メとなっておりまして、写メに落書きするよっていう、しかもね、あなたの名前とか変えちゃうからね。そう、直接変えちゃうの。お買い得だ、お買い得だ、お得だ。はい、ということでバンザイハウスはですね、3人で一緒に住んでるんですけど、だからこその3枚で、3人の動画だったり写メがおすすめ、おすすめになっております。最近あまりね、ハウス特典が出ない、出てないんですけど、多分それは衣装がみんなあんま揃ってないからだって思ってるので。そうですね、だからクレヨンしんちゃんの時めちゃめちゃ出たもんね。懐かしいもん。だからあの今日みんなさ、いいんじゃないかな、設定とか好きにできるよ。キッさん、こんばんは。スカートの色はみんなここの襟、赤ちゃん、赤ちゃんじゃない、あゆちゃんは赤で、メイさんはコンデージレアは水色です。はい、この制服が届いた時に誰がどれ着るかっていう話になったんだけど、みんなどれでも良さすぎて、盤上一致で安原は水色はないなっていう、ね、言ってたね。いや、似合わなかったでしょ。で、あゆちゃん、このピンク落ちていいよ。制服とクマの髪型はとてもいい、ありがとう。この髪型はジュリちゃんとメイさんがね、絶対にそれが良かった、選んでくれてこれにしました。なんかおばあちゃんみたいじゃない、ちょっと出てくるね、やっぱ出てきちゃう。セクシャカットみたい。ストレートじゃないやつじゃなくて、なんだっけ、ボブ感だからおばあちゃんみたい、面白い。おばあちゃん、名前とメッセージが入ってる。そう、お得なんですよ。でしょ。私、なんだろうな、タイトル、みんなそれ、その人にしかな、なんだろう、写真が被ってるっていうことがないので、本当に世界に一枚の落書き写メになってます。初見でお邪魔ありがとう。団子で、バンダイジャパンは今楽市楽座という
通常でいう特典会みたいなものを行っておりまして、赤いバナーから特典券購入ができるので、よかったら気になるなって思ったら1枚から参加できるのでね、うんうん、ぜひお願いします。お願いします。じゃあ行きますか。そうですね。からじゃあ皆さん行きましょう。考えてきましたか、ね、ましたか、ちゃんと考えましたか、質問。じゃあ、まあ、普通にもうどのルームでもコメント来たら、え、もういいの、答えてく、そうそう、コメント来たら、ここでやっちゃっていいの、うん、う、3人の、あ、じゃあ私、なんか多分3人のファンの方から来てるんですよ。おどうしようかな。じゃあ、はい、バンズハウスです。何かやね、ジュリア来てもう、早い、本当に早い。そういうこと？そういうこと。でもジュリは楽しかったのは、うん、あこれが友達とワイワイみたいな、うんうん、楽しかった、うんうんうん、しピザやべえってなった、ね、やばかった。あと、あれ、お持ち帰りしたのジュリ人生初かも、ピザを。ピザを、へー、持ち帰りした方が安かったのよ。そうそう、1枚無料だっけ、ね、やばいよね。美味しかった。しばらくピザだったもんね。うん、みんなで、あのね、温めたりして。そうそうそう、なんだろう、あるんだけどな。結構夜中に起きてて、結構、なんか、そうだね、ガントーク、うん、ガントークっていうか、結構爆笑トークを、うん、女子会みたいなね。女子会みたいなもんで、急に始まるよね、女子会。そうそうそう、話すのが結構楽しい。楽しいね、あれ。この間も夜中4時ぐらいまで、デリシャー麺を描きながら、あれ楽しかったね。楽しかった。あれ面白かった。気づいたらだって朝の4時5時ぐらいまでやってたよね、うんうん。おはよう始まってるやんみたいな。そうそうね、ニュースが出始めて、ね、え、待ってこんな時間なんだ。でもジュリアがそこまで起きてることはないからね、あんまり。そうないから自分では新鮮だったし、やっぱ女子だなってなった。自分たちが女子だなって。楽しかった。はい、サーラは最近散歩に行くのが楽しい。あ、なるほど。家の近所を歩くことによって。うんうん、なんか開拓してるんだよね、うん、今ね、ほんと近所、あの、なんだろう、なんかよく言うさ、おすすめのなんか行きつけの定食屋さんとかを探したくて、うんうんうん、そう、なんか今まで駅との往復、うん、で、あとは目に見えるスーパーしか行ってこなかったんだけど、うん、なんか今はなんか結構ほんと誰も知らないそうとこに入ってって、え、こんな店あるんだって言いながら、うん、歩いてるのがすごい楽しい。本当にね、結構気づいたらね、うん、結構遠くまで2時間ぐらい歩いてるからね、びっくりしたね。あの、あゆちゃんが地図を読めるから。そう、私とジュリアは全然読めない。読めないし、ここ本当にサラは iPhone のやつだったら読めるの。ああ、じゃあ両方ダメなんだけど、大体、うん、あゆちゃんが軌道修正して帰ります。しかも合ってるからね、ちゃんと。そうそうそう、これってここですよみたいな、ここなのみたいなね。帰り道もそう、行き道と同じ道で行こうと思っても忘れちゃうから。わかる。え、でもあいちゃんもちゃんと覚えてるから、だからすごいなって。そう、頼りになる。正直ね、あの、本当におばあちゃんダメだから、記憶力とか、あの、やっぱクッキーとか置いてさ、うん、あの、帰り広げてくれてる時に行かないと。楽しいね。そんな感じですかね。コメント全然来ないね。来てない。じゃあ次、またこれ、こうたくんです、どっちも。3人で住んでてよかったこと、これはちょっとなって思ったことは、よかったことは、あれ、一緒に帰り道を帰れて、ね、寂しくないけど。この間うちら一緒に楽しかった。言ったね。言っちゃったね。愛ちゃん話してほしい。嘘、マジ？うん。愛ちゃんに聞きたい。ちょっとなって思うとこは、なんだろう。部屋がすごい散らかる。あ、散らかるね。なんだろうね。でも3人でさ、結構狭いね。うん。広い方だとは思うけどね、まだ。なんか衣装が、そうだね。コスプレとかもあるしね。増えていく一方なんだよね。増える。あとは何だろう、何だろう、困ること、困ることは特にないですね、うん、そんななんか干渉するわけでもないから、うん、ね。なあ、でもたまにね、あゆちゃんとジュリアが喋ってる声が聞こえてきて、うん、なんかそういうなんかあるじゃん、人見知りモードとか、わかる？
人見知りモードなんない？ジリ久しぶりに会う人にはなるけど、毎日一緒にいたらならない。なるの？なんか、うん、途中でああみたいになるから、そういう時は部屋にいたりとかする。なんだっけ、いいよ。違う、もう自分のモチベーションの問題。ああ、ね、そう、なんか本当、しかも30秒とかそれぐらいの時もあるし、なんか5分ぐらいこう、こういう感じだから、そういう時は部屋で永遠に過ごしたりとかはしてるけど、だからそれに対して何も言ってこないし、だって休みの日は会わないこと、ね、会わない、夜まで会わないことあるぐらいだから、結構自由にやらせてもらってます。はい、次なんかこういうことも答えてない人生みたいなことで、うん、理不尽に怒られることが多くて辛いです。気持ちが理不尽に怒られることが多くて辛いです、はいはい、気持ちが落ち込んだ時の切り替え方法を教えてください。ああ、私は好きなアーティストさんとかの YouTube を見て、うん、好きな曲を聴いてたら結構パーってなってくるかな。これのか、へえ、理不尽に怒られる。だって自分は悪い。大人になればなるほど、やっぱ上の人とかってプライド高いからさ。だってあるもん。ね、理不尽に怒られることはたくさんあるけど、ひえって思うこと、ひえなったら、うん、今までジリそんなになんかあんま思わないんだけど、うん、今までだったらジリは妹に話してた。あーかな。誰かに話すことによって、でも話すのは妹なの絶対。へえかな。なんでだろう。結構この2人に話してるかも。うん、やっぱお仕事一緒だからっていうのも、うん、あ、でもお仕事系は結構3人で話してね共感とかね、あとアドバイス的なあるからね、うん、3人いたら結構ね、意見もさ、こうの方がいいよとかさ、うん、あるじゃん。確かに話すかな。あとお笑いとか、やっぱさ映像に走んない、音楽を聴いたり、好きな音楽を聴いたり、好きなもの見たりとか、うん、前の家に住んでた時は、うん、夜中に走りに行ってた。へぇ、そういうのがないんだよね。え、なんか以来、なんかとどまってるとやっぱりなんでっていうのが出てくるから、考えなくていいように音楽、好きな音楽聴いてただただ家の周りを走るっていうのをやってたけど、今はなんか理不尽に怒られた時に、うん、もうってなることはあるけど、その回数は減ってきてる。確かに。かなって、なんか、はいはいはいはーいっていう聞き出す、わかるかも。そのなんかスキルがつくから、やっぱりから、ね、あとはやっぱそうやってそこにあるよ、あ、もうなんかなんだろう、怒られる、大人になると怒られにくくなるから、まあ、だからそういう理不尽に怒られるかもしれないけど、たまには多分普通に怒ってくれるだろうから、そういう人はでも大事にした方がいいと思います。小屋くん、こんばんだい。コメントもね、ゆっちゃん、こんばんだい。ありがとう、タップ。よっちさん。はい、あ、ゆっちさん。みんなよっちさん来てくれて。地図を見ないので、あゆちゃんがしてください。ダメです。うちの子です。ときめものセーフ。あ、ほんと？メイ散歩の番組。ハウス散歩作れるよ、マジで。あ、うん、そこバレちゃうからできないけど。で、質問が来ました。何ですか？好きな丼は何ですか？好きな丼？え、むず、はい。食べる方の。え、むずカルビ丼。あー、そうね。え、むずい。難しいかも。あ、親子丼も好きだね。そう、親子丼か海鮮丼。うわ、待って、それもあるのか、うん、今寿司食べたいからじゃあ、モザのせいで痩せる気ないでしょ。モザが今この好きな丼なんで使ってて、モザがお昼にお寿司を食べたからもうずっとジュリー今お寿司しか食べたくないって言ってるぐらいお寿司が食べたい、ね、そう、あなたのせい。そう、お寿司か海鮮しか食べたくなくて、親子丼か海鮮丼。でもそぼろとかも好きだよ。わかるジリ、ママが作るそぼろ丼、あれが大好きだ。ちょっとママ呼んでもらっていい？あの、いい感じの卵のほわほわ具合をちゃんと作ってくれるの、うん、いいな、大好き、あれ好き、上手、ベースでしょ。
わかんないね。ちょっと質問ありますか？いいよ。質問コーナーです。うまくいかなかった。ボブデジ、あはは、取っちゃった。いいよ、もう一回ボブする。頑張ろう。ボブする。音楽ちゃん。音楽ちゃんが。はい。友達と住むってやっぱり楽しいと思いますか？楽しいです、めちゃくちゃ。あ、友達っていうか。でもいじる普通の友達するのはおすすめしない。え、マジ？うん、え、ここだからまだ、ここだからまだ成り立ってるけど、うん、友達はやめた方がいいと思う。絶対できない気がする。目的が一緒じゃないときついと思う。うちらは一応そのなんだろう、みんなから言ったら会社員的な同じ職種でやってるから、まだなんかその生活リズムとかもほとんど一緒、うん、その仕事に対してねだし、だけど、だし、なんかなんだろう、うちらにとってはここは何なんていうの、夢を叶えるためにこう集まってっていう同じ目的を持ってるから、なんか多少理不尽なことがあってもなんとかなるとこはあるし、友達じゃないからこそあんまり干渉せずにいられたりとか気にならない部分っていうのはあると思うから、本当に嫌な部分が見えてもいいんだったら、あ、でも親友ならいけるわ、全然。うん、仲いい友達なら、仲いい親友ならいけるな。もう超幼稚園生から一緒だから、あ、まあ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 幼馴染ぐらい、そう幼馴染だからいけるかも。なんか初めて親から離れて暮らしてるのが一人じゃないから、うん、あーでもジム一人暮らしはちょっと怖い。怖い。サハラは一人暮らし慣れてるのでねー、すごいよね。でもね、意外とね、なっちゃえばなっちゃうんだよ。どうにでもなっちゃう。どうにでもなるんだよ、意外と。お化けが怖い。ね、怖いよ。なんかあったら何とでもなるからね。頼んで、ありがとう。だって私たちってそんなお高いとこ住めないじゃないですか、うん、だけどなんかそんなとこってイメージは確かに寮みたいな感じだね。でも一人だったらもうオートロックとかさ、ね、もうちゃんとセコムの場所セコムじゃないと不安になっちゃう、うん、前住んでたとこ SR はオートロックだったよ。でもね、あんま意味ないんだよね、オートロック。あんま意味なかった。え、クラッチ鮭の親子丼最強。あ、ごめんもうお腹空いてる人やな。クラッチ鮭食べてましたからね。ね、ご飯食べてましたよ。なんくるないさ、食べてました。何、来てますか？ご飯食べてました。来てますか？質問来てますか？質問、あの、順番に行ってみてもう一回言って。47都道府県を言ってみて。あ、ジュリ絶対もう無理。上から行こう。北海道、青森、岩手、秋田、福島行っちゃう。まだじゃない。山形、宮城、福島。 あそこはもう分かんない。でもこっから関東でしょ。栃木、群馬、茨城、うん、埼玉、神奈川、東京、長野、新潟、福井、石川、富山、福島を教えていたの。福島、上や。うん、ちょっと待って。はじめまして、楽市楽座とはですね、あの、うん、大事、今ライブができないご時世なので、ネットで物販という特典会方式のものを行っているんですけど、私たちバンダイジャパンではその特典会とか物販のことを楽市楽座って言っていて、それがネットから、特典券1枚で写メ、特典券2枚で特典メンバー落書き写メっていうのが、写真にあなたに向けてメッセージを書くっていうのと、おわぁ20秒ボイス、特典券3枚で特典メンバー20秒動画、おわぁ私たち3人で住んでるんですけど、3人の写メか3人の20秒動画、4枚で参加メンバーといって、今バンダイジャパンが、10何人かみんなが配信してるんですけど、その写メで特典券5枚でお任せ、そのメンバーが、好きなように選びます。で6枚で参加メンバー全員チキってなっていて、あの左上に赤いバナーがあるんですけど、そちらから特典券を購入でき、そこを押してもらえるとこれ同じことが書いてあってっていう感じですね、が楽市楽座って言います。よろしくお願いします。よかったらもし今ね気になったら、はい、赤いバナーから飛べるので、はい、ぜひ、アイドルです。
わかんない。岐阜、沖縄。下行っちゃった。終わったね。終わっちゃいました。でもこれさ、一人ずつやってたら面白かったかもね、もしかしたら。なんかちゃんとプリントみたいなの用意してやったら ね、あの問題ちゃんとやります。でもやってよね、小学校の頃。やった。できなかったらダメだった。タカさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。質問コーナーをやっているので、もしよかったら質問してみてください。はい。プライベートで旅行に行くのはどこに行く？今え、待って、あと似たようなやつで、一番今自粛が終わって、一番最初に行くとしたら東京以外でどこでですかみたいな。もう両方。どっちから行くんだ？一番最初に自粛開けたら、あれなんだっけ？自粛開けて東京以外に行きたいところ、どうなんだっけ、と単純に行きたいところ、今行きたい、プライベートで行こうしようなとか、うん、これって現実的じゃなくて、現実的な方がいいのかな。いや、いいんじゃないかな。宇宙とかはダメだよ、それはさ。決まった？はい。何？じゃ自粛明けに行きたいとこ言ってみる、うん、いっせーので、石川。いやもう絶対これ客全員一緒なんですよ、うん、絶対的に。どこ？自分の家、でしょ、実家。実家、実家だもん。みんな知っていた。自粛明けたら、絶対一回元気だよっていうのもね。ね、それは本当になんかこんだけ言うて休みとか、何もしない期間があるにもかかわらず帰れないっていうのはきついですね、うん、じゃあプライベートで旅行に行くなら、プライベートじゃなくても決まってる、うん、せーの、韓国、はい、いや、韓国と悩んだの。どこだった？香港のディズニーランド。あー、韓国も行きたいね。韓国行きたいんですよね。めっちゃ行きたい、韓国。いや、タイもわかる。行きたい。もう一回行きたい、タイは。タイめちゃくちゃ行きたくて。タイ好きだよね。一番好き。楽になっちゃった。タイ好き。でも暑いよ。確かに。いいよ。なんか、デレーって行きたいですね。うん。バンバン行きますか。香港のディズニーね。でも上海のディズニー見てみたい。え、でも本当だけど、アメリカのディズニーね。フランスのも来た。動物園は水族館。これ一択メモ。申し訳ないけど。一択。せーの、せーで水族館。こんにちは。どういう基準？好きって言ったらじゃあ。行きたい。どっちか行けるよって言われたらじゃない？あ、今？うん。いっせーので、ディズニー。今なら、今は開けたらあゆちゃんと行こうねって約束してるからディズニー。もうありえる、会えなくなっちゃった。会える。この USJ はずっと行きたいって言ってます。エサラ行ってみたい。行ったことないから行ってみたい。 USJ ね、楽しいよ。へぇ、結構夏楽しい。なんか水のバーンって。あー、ミニオンとか、うん、好きですね。でかいじゃん、ミニオン。どういうこと？実写版でかいよね。ババ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 バ、ごめんなさい。まずね、画角がちょっとね、配信来ちゃった。あらら、聞いてますか？お、なんか曲がっちゃった。おはようけん。おはよう。やっほー。それだけで共同生活して分かったお互いの意外な一面はありますか？あ、あるあるある。嘘。あ、何？さっきと違ってた。だけど、うん、これは意外な一面なんの？考えよう、もう一回。なんで、なんで、なんで。しんど。近いもん、一番。なんなん。やば。意外に寝るのが好き。あ、わかる。ジャパンの活動中あんま寝ないもんね。うん、
知らないと思うけど、ズリがここを縫い物を縫うときがもう寝てるみたいな。ダメだ、メタンさん苦手だもん。もはや意外としっかりしてる。嬉しい。本当に出るから偉いよ、ね、分かりやすいなと思う。吐き出して、もう30分後にはだから心配になっちゃうの。あ、熱出す話したから、もうそっから2人だよ、どうするみたいな。怒られてる、本当に怒りますよ、さ、なんか作る前に2人はご飯食べてるんですけど、愛ちゃんは食べれてないんですよ。みたいな。1万円企画。でもジェリーはそれは2人に対して思う。結構2人があるじゃん、だから意外と5食ってもらえてるんですよ。ルイはでもね、食べなくても一食もまだ今日食べてないんですけど、さっきの話につながるんだよ、寝てるんだよ、ね、これでミノさんにはジブリ好きなんだっけ。好き。あ、言えない。ジュリはね、ジブリとね、ピクサーを、そうなんだ。そう、ね、本当にあの本ちゃんって書いた。でもなんかジュリ実家に、でもなんかそれだとさ、何ある、わかる、なるね、ハールは、ハールわかる、かっこよすぎる。ハウル、私もハウル。だからあの言ったじゃん。でもね、ジュリ仮暮らしの LAT も見たことないわ。昨日ナウシカが一番好きっていう人がいた。なんかそう、申し訳ない、くん大好きなの。何それ、知らない。はじめ、はい、体調わかんないんだよね。なんかめっちゃ面白いのがさ、体調悪くて泣くじゃん。あ、ちゃうちゃうちゃう、見てくんない。そう、初見の人に嘘つかないです。はい、これは事務所が提供してくださったナウシカ。深いやん、好きだ。そう、じゃあそうなのかもね。これは毎日欠かせないことってある。寝る。土曜がだって動画、そうだよ。いや、あの、なんかこう短編でさ、見れたりするじゃん。そうだね、一番好きなのはって今。学生ですか。あ、そうなの。違うよ、この最低点数と最高。覚えてるけど、最高は覚えてない。90なんてか、最赤点何点だった。30。多分58とかで、ちょっと良かったかな。上とかが英語しか良くなかったし、毎回変わる学校、毎やってくれる学校もあれば痛くなくて、みんなそうだと思うんです。怒られるんだよ、それやったら。だから言われて、マジで取れればいいと思って、45点を45個取ろうみたいなスローガンを書く。女の子一人だったもん、クラスで。一緒だ。100点中4点、最低は。よくわかんないって書いたら、ゼロってきた。タイトル次の現代文の授業。ああ、まず赤点平均点もう着ないので。授業はさ、ありそうじゃん。ない気がする、今日。私やばい。制服からさ、ないな。しかも私たちって結構いろんな曲。ねえねえ、バカしかいないの。ほんまに無料です。睡眠大事。お、いいじゃん。睡眠大事。ライブに行ったことがあるアーティスト。めっちゃある。あ、めっちゃないわ。私トリプル A ちゃんかな。チケット取る。昔、中学生の時。ルーティーンとナイトルーティーン。モーティーン。二度飲む。二度寝。二度寝だね。二度寝は絶対する。寝る。あ、湯が絶対必要かもしれない。その。てば。バンユキっていうのはまっすぐジャンルやってます。同じ人だよね。こうみたいな曲で。めっちゃ好きで。だって私普段絶対持ってくもん、携帯。そうそうそう。やりましたよ、バンザイハウス。ありがとうございます。そのめっちゃめんどくさい女の子の歌、めんどくさい女の子の歌なんですけど、嬉しいです、私たちも。どうぞ、あいちゃん。ジュンさんね、この3人の中でってことなんか結構真面目そうなんですよ。確かに別に。やば、全然避けてきたから。だからそれでしかない。ササってちょ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 って食べるのにめっちゃ食べるよね。すごいね。違う、全然違う。いちごブルーベリー、ブルーパワー、やばい。ピーかき氷屋さんだとピーチとバラ。かき氷のシロップは全部一緒だって。あね。こっからなんかもういちごばっかかけたんですね。でもいちご練乳しか勝たん。あ、練乳嫌いから。絶対に可愛くなる。私信頼のリリシズムの振り入れ聞いてて、すごいね、くてすごいおとなしくて優しかった。よかった。最初しかもまだって最初あげたりとか、あのなるべく苦痛を感じないように、学来た時とかに椅子用意してくれたとかいうのは、
もうそういうことだよ、うん、なんか基本的にバンザイジャパンじゃなければ怖い怖いと思って、はい、マシガルジャパン途中かなその時期ジュリアとの兼任期間が多分一番長い頑張って教えてるのを見て楽しいことは、うん、本当に落としてたらね水色コーン赤にセーラー服で、はい、真面目な質問はしごとか何だ、うん、なんだちゃんってさちゃんと質問するでこうじゃんって言ってこの人だって笑顔表情取られたメンバーの行動で初めは違和感ある、うん、でパンっていうのをいきなり負けてボーンとか言うんだけど、うん、それに自分のにないそこまで変な行動してる、うん、にあの中身だけ取ってジュリアにノリだけこうやってノリだけむしゃむしゃなんか溜めちゃうっていうか定期的にできないよね定期的にはできないなんかめんどくさいんだけどじゃあ水前とかそう差がじゃあ出るからうん出るかもでも特に、うん、ありますジュリーからは、あと指先足先生に、なんかあんた本当にだからあのカメラの不調で撮れてなくピョンピョン20私指が曲がっていきますかねこちらここが限界ここが限界ですよ鼻がめっちゃ曲がるっていうそう、本当にそうだよ自慢できることある空手全日本一かねあ、分かった良さそうなことなんですかダメなのかダメだってバカなのあーあの一枚のやつ油絵を描くやつお私が全部実家だからあ、ダイエットいいですね今手持ちじゃなくてもいいあれ筋トレはやってる戻ると思うんだけどね、最近は、うん、細かい細かい当初左上の赤いバナーからぜひぜひ特典券の子今日しか来てセーラー服を着ていますね足しかあの、うん、こうしたら今日しか多分本当にこれを着ることは特典券の購入お待ちしてますことがあれば教えてくださいそういうこと、うん、でもメイさんとチュンさんうん あれこう言ってるんだけど、うん、あのだからこそ平和欲しいなって思ってるけどみんな本当にいやもうだからそれこそ本当にうちらだけじゃなくて誰でも嫌だと思うしめっちゃ平和実は本当めっちゃあとは浮気しがちなんでそうそれもよろしくお願いしますメンバーのことも好きで言ってメイのファンの人ちょっといやダメだよ本当にこんなこと言ってるけど見て他の子のなんかじゃ大切だよちゃんと見てるんだあとはだからこそ求めないで、うん、本当に一緒にすぐバあのしかも ここにいたっては一緒に行ってるからでもそうでも結婚するバカなの好きなのに分かってる派ですか行き派ですかあのもうであの後ろから刺したくなりますね。はい、ありがとう。な薬派でしょうか、ボイル派でしょうか。ありえないケチャップ。目覚め。ベーコンかウインナー。美味しいか。47さ体育会系のバンザイジャパンの在住じゃけ、うん、聞いていけないよ。なんていうのな、ラクダというものをやっていて、そう。あ、おないなくうちラクダとか参加ですよ。そうだね。でなんかライブに来たいかね。でも一回会う前にさこうね、3人でそんなに歩かずに。行きたかった手芸屋さんに行けたのでポートとかハードル高く待ってベイトルルのこと認知してるけどしたことない100キロって結構きついよってだってさマジでご飯食べれないかもよでもそうかまたでもメイねあのあるんですよ企画を提出するノートが100キロは本当にするのでしょうかってまだ自信はない一個もないそうです皆さんオタクが9歳だよみんなら持っててね100キロいいよいるんだったらやるの距離感でもらおう、うん、この距離感とあのガチャってやつこうやってやろう、うん、やってみそう、ね、そうそうそうこの道走ってるんだじゃあ 100m だよあ 100m かそうだ、ね、最後ライン絶対無視しちゃうよね確かに、うん、こういうとこなんだよねありますねちゃんと楽しかったよかったありがとうございました本当に痩せなさ覚えてるよお疲れ料理を作りたいと思うので皆さんぜひ見に来てねバイバイ